東京から電車で約1時間ぐらいでこのような場所に来ることができます。私は幼い頃から、このような場所が大好きで、何か考えたいことがあったり、あるいは辛いことがあったりして、いう時はこういう場所に来て、座って考えたりとか、していたわけなんですけれども、もうそんな幼い日から数えると30年、いやもっとそれ以上ですね、時間が経ったかなというふうに思います。その時の流れの中で一体何が変わったのかなと思ってもですね、果たして変わったものがあるのか、もう30年も40年も前にここに来て何かを考えていた、その日から何も変わってないような気がします。当時思い描いていた夢ですとか希望ですとか、そういったこともあったんですけれども、それが果たしてどこまで叶っているのかどうか、理想がどこまで叶っているのか、それは全く分かってません。というより自分の中では何一つ叶っていないんじゃないかなというふうな虚無感に陥ることすらあります。しかしまあそうは言ってられませんので、またですね、ここに来て気持ち新たにしてですね、次のステップへといつも進んでいるわけです。ちょっと川のあたりまで行ってみたいと思います。